おはようございます、こんにちは、こんばんは、塾長です。8月18日水曜日は米の日。まあ米という漢字を見ますと8月18日、まあこれがまあこういうことですけどね、米ということです。そもそも米という字は88というところから来ていて、米を実際に作る工程が88もの工程がある、それだけ手間暇をかけて作られているんだよというところから来ていますね。日本人はまあ米で育ったようなものですからね。今日は美味しいお米の料理を食べてみるのがいいかなというふうに思いますね。ちなみに今日この8月18日は開港期と言いまして、豊臣秀吉が亡くなった日でもあります。というわけでかの、有名武将豊臣秀吉から、今日は名言を出したいと思います。敵の逃げ道を作っておいてから攻めよ。まあ将軍として大変有能な豊臣秀吉であります。百姓上がりでね。で、まあ、なるべく戦わずして勝つっていうことですよね。いかに戦わないで勝つかということを考えてき、た人です。要は6割7割勝てばそれはもう勝ちだと、深追いをしないということなんですね。もうこの敵の逃げ道を作るっていうのも、もうまさに豊臣秀吉らしい考え方でして、要は攻めていきます、逃げ道がなくなった、その敵はどうするかっていうと、もう後がないわけですから、もう自分が命がないものだと思って死に物狂いに火事場のクソ力を使って秀吉軍を攻めることでしょう。そうするとね、いかに勝ったとしても秀吉軍だってまあ痛手を負うわけですよ。でそういったものをなるべく少なくするために、あらかじめ逃げ道を作っておいて自分たちのピンチも少なくするようにしてたんですね。これ最初そういうふうに思わないですよね。逆転の発想というか、本当に勝つ人っていうのはこういった先のことを考えられる人なのかなというふうに思います。はい、今日の名言はここまでです。皆さんまたね。